の匿名は女子アナだ。マスコミに流れたら大スキャンダルになるぞ。匿名女子アナ、ナミノ陽子。浜とこの男を別れさせろというのが今回の匿名だ。失敗は許されんぞ。分かってます。朝売りテレビの窓際女子アナ、ナミノ陽子。しかしそれは表の顔に過ぎず、彼女には会長直属の匿名アナとして、さまざまな社内のトラブルを解決するというもう一つの顔があった。神戸良子、あの柳沢君雄のベストセラーコミック匿名シリーズ最新作。出たー、おなじみのキモい。私のこと全部知ってるあなたじゃなきゃダメなの。私別れないから。でも一つだけは、今お前がやるべきことは一つ、不明を果たすことだ。アクションあり、セクシーありの痛快エンターテインメントムービー。匿名女子アナ、ナミノ陽子。